鳥居元忠は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、徳川氏の家臣、下唄や萩藩の藩祖、天文八年、松平氏の家臣、鳥居忠義の三男として、三河国碧海軍渡足里に生まれる。父は、岡崎奉行などを務めた老臣で、元忠も、徳川家康がまだ、松平竹千代と呼ばれて、今川氏の人質だった頃からの側近の一人で、 天文二十年から禁じした。柴広之は元忠が十三歳から家康に仕えていたとする、完成重修書家父の記事が正確であることを前提として、工事元年に家康が十四歳で元服して、今川義元から返旗を与えられて、松平元信を名乗った際に三歳年上への元忠も同時に元服、返旗授与の栄誉を受けたのではないかと推測している。 家康の三河統一後、旗本選定役となり旗本部隊の将として戦う。長兄の忠宗は、天文16年の私の戦いで戦死し、時系の本王威博は出家していたため、元気3年に父が死去すると、家督を相続した。永六元年の寺伏郎攻め、元気元年6月の姉川の戦い、元気3年12月の三方ヶ原の戦いに参加。諏訪現状合戦では、 石膏として敵陣に潜入し、敵に発見されて、銃撃で足に傷を負い、以後は、歩行に、多少の障害を残したものの、天正三年五月の長篠の戦いにおいては、石川和正と共に、馬防作の設置を担当する。続いて、天正九年の皇天神城の戦いに参戦した。天正十年の天正神後の乱では、家康の背後を襲おうとした北条氏、ただし、 宇治勝軍の別動隊一万を、追いの三宅康指定、水野勝成ら二千の兵で撃退し北条勢、約三百を打ち取り、戦後家康より開国鶴軍を与えられ、はじめ岩戸の城に入り、やがて谷村城主となる。この地域は、武田氏統治時代においても、小山田氏が独自の支配体制を確立していた上、法上市との国境地域であったことから、 特に重心である元忠が配置されたとみられる。なお、鶴軍でも、小山田氏の支配の及んでいなかった、北部地域などは元忠の支配から除外され、徳川氏に従った、開国州の支配下に置かれていたとみられている。元忠には、主院状を含めた、印板状の発給が許されたり、家康直属の武行人といえども、元忠本人の了承なしに、領内の統治に、 関与できないなど、家康からは一定の排他的自立性に基づく、支配が認められていた。天正13年、上杉影勝へ通じた、真田正幸を討伐しようとした上田合戦では、大久保忠世、平岩近義と共に兵7戦を率いて、上田城を攻撃するものの、天正18年の小田原征伐にも参加し、岩月城攻めに参加した。戦後家康が関東に違法されると、 下作に浅く城四万国を与えられる。元忠の配置は、日立国の佐竹市や東北地方の諸大名の南下に対する備えであり、引き続き強い支配権限が与えられていたとみられ、その位置づけは元忠没後の鳥石の東北地方幼稚園の違法につながったと考えられている。矢作城に入ったが、城の境愛を理由に、岩ヶ崎へ新城を築き移り住む。岩ヶ崎城は、 沢良市岩ヶ崎屋座城山にあり、元忠は岩ヶ崎城を本格的に築城するため不審分量を決め仕事に着手したが、完成を見ずに廃城となった。慶長4年、検知を行う、矢作城84河村にわたる合計校、約4万国で1名、矢作縄と言われ、それ以前より2倍半の造成がなされた過酷な、ものであった。慶長5年、家康が、 合図の上杉影勝の性罰を主張し、諸将を率いて出兵すると、伏見城を預けられる。6月16日、家康は伏見城に宿泊しても戸田だと酒を組み交わし、我は手勢不足のため伏見に残す人数は3000、ばかりにて何時には苦労をかけると述べると、そうは思いませぬ。天下の無事のためならば、自分と松平近星両人でことたります。 将来殿が天下を取るには一人でも多くの家臣が必要でございます。もし返事があって、大阪法の大軍が包囲した時は城に火をかけ、内死にする他ないから、人数を多くこの城に残すことは無駄であるため、一人でも多くの家臣を城からお連れくださいと答えた。家康はその言葉に喜び、深夜まで酒を汲んで別れたと伝わる。鳥居元ただの墓所の石踏み。 京都市左京口恩寺家康らの出陣中にご奉行、石田三成らが家康に対して挙兵すると、伏見城は前哨戦の舞台となり、元忠は松平家忠、金忠氏、内藤家長らと1800人の兵力で立てこもる。元忠は最初から玉砕を覚悟で、三成が派遣した幸福勧告の死者を斬殺して、遺体を送り返し、戦い続けた。 十三日間の攻防戦の末、八月一日、鈴木主家とと一騎打ちの末に自陣した。去年六十二。元忠の死休は京橋口にさらされたが、信仰のあった家の商人、佐野白江門が地方院のうちである長玄院に葬ったと言われている。その中節は三河武士の官と称された。この時の伏見城の地染め畳は、元忠の忠義を称賛した家康が、 江戸城の伏見屋倉の会場に置き、途上した大名たちに元とただの聖中を忍ばせた。明治維新による江戸城明け渡しの後、その畳は明治新政府より、三部半り池に下げ渡され、三部城内にあり元中を祭神とする、聖中神社の境内に、畳塚を築いて埋納された。床板は、血天城として、京都市の妖原院をはじめ法船院、聖殿寺、原光案。 随雲院宇治市の強生寺に今も伝えられている。墓所は、京都市左京区の百万地温寺のほか、福島県岩木市平の長源寺。家康は忠実な部下の死を悲しみ、その功績もあって、着難忠政は後に、岩木平藩十万国を経て、山形藩二十四万国の大名に昇格している。また、元忠の孫にあたる忠常と矢者後の忠則とが、 江戸時代に、それぞれ、不行席として、海域の浮き目にあった際、いずれも、元ただの勲功が大きいとして、原稿による違法でいずれも断絶を免れた。小説、ありがとうございます。